あるいは党員の方々、この人たちのこうプロフィールを見ますと、まあ、結構実は今回街宣で回っててもですね、党員ですと言って声をかけてくれてくださる方というのは30代40代、まあ、前に言っては50代の子育てなどをしている方が多いんですね。まあ、これ東京で回ってるからかもしれません。そうすると、あ、この層が、この私たちのキャッチフレーズです、日本を豊かに強くというところに実は共感を覚えてくれてるんだなという、いろんな党員からの反応でもよくわかります。あの地方でも小さな集会などをやって、まあ、そういう手応えを得ました。でもちろん地方をないがしろにするつもりはないですけれども、そうであるならばまず東京で勝負してみる。それからの東京にはですね、比較的党員の数が多いです。まあ、そういうこともあって、まあ、私たちが最初に友人をするんだったらばここかなということを総合的に話します。